こちら一つで三つの充電方法と持ち運び、モバイバルバッテリーとして利用することもできます。ロリー 4-in-1 マルチデバイス充電器ご紹介します。カメラ OK、 音 OK、 リアクション OK、 よーさあ、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。こちらパッケージには 3in と書かれてますが、4つの使い用途がございます。公式 LINE を使うと18ヶ月の保証が受けられます。マグセーフ用のメタルリング、日本語の取説、こちら、すいません、アップルウォッチ持ってませんけども、こういったスマートウォッチを充電をすることができます。この幅が狭いのでさっとね、乗せることができます。そして iPods、 まあこちらもね、監督持ってないんですけども、充電器ここにポンと乗せるだけで充電することができる。で、裏側見ますと空気穴がついております。そして4辺に滑り止めもついております。まずこちらが 3-in-1 の効果となっております。そして新たな4つ目のフェーズ、それがなんとこちら、外せます。こんな形でここをセットできます。なんとモバイバルバッテリーになります。こう乗せておきました、充電しました、で外出が決まりました。まだバッテリーが充電されてねえな、というわけでこのまま持っていくことができます。まあ多少重たいんですけども、その分ですね、500mAh たっぷり入ってますので、こういって充電することによってもちろん落ちません。つけますね。こちらマグセーフなのでぴったりと合わさります。こんな感じです。はい、充電されております。でめちゃいいのがこれ、ここなんですけども、こんな感じですることもできるモバイバルバッテリーとなります。もちろん飛行機にすることもできます。素晴らしい。もう触り心地がね、いいね。このモバイバルバッテリーは充電残量も出ております。でタイプ C と、あとはこの電源ボタンですね。そしてランプがついております。でこれもくっついているので、充電しながらアップルウォッチを置くことができます。何日か旅行する場合はですね、こちらにセットしてコンパクトにまとめてカバンに入れて持ち運ぶこともできます。はい、というわけでこちら便利な4つな 4-in-1 置くだけで簡単な充電器となっております。はい、こちらめちゃくちゃ便利なんですけども、注意点が1点ございます。それは充電アダプターが付いていないことです。こちらタイプ C ですので、付属のタイプ C のケーブルとタイプ C に使えるアダプターというものがなければ充電できませんので、ご注意ください。こちらは別途ですね、アダプターを買う必要があります。はい、いかがだったでしょうか。使い勝手がいい折りたたみ式ロリーの 4-in-1 ワイヤレス充電器、自宅用はもちろん旅行や出張などに折りたたんで持ち運びが便利。こうつけるのがまあ一般的かと思いますが、まあ、充電しながらね、動画を見たいとかがあれば、これくるんと回せます。はい、というわけでこちら、複数のデバイスを担う小スペースマルチ充電デバイスとして、外出時や緊急時に安心してコンパクトなモバイバルバッテリーとしても利用可能、安全面の認証もしっかりしております。ロリー4-in-1 ワイヤレス充電器ご紹介させていただきました。はい、このチャンネルではですね、このガジェットはすごいとか、おすすめな商品、こういったものをですね、どんどんと紹介しております。ぜひ興味がある方は概要欄をご覧ください。期間限定ではございますが、割引クーポンも発行しております。ではまた次の動画で会いましょう。使っていくぜ。モバイバルバッテリーの機能、モバイバルバッテリーの機能。